ちくわ、これも本当に素敵屋さん、あ、はあ、ここはステーキだけじゃなくて蔵出し料理、わあ、ちょっと気になるな、蔵出しハンバーグとか、まあいろいろとあるような感じ、鉄板焼き系がどうかな、フラカツサンド、あんま一人で入りにくそうな、こういうところはね、ちょっと覚えといて、またこういうところをね、押さえとくと、また友達と来た時とかにね使えるんでね。で、問題はこの近くらしいんやけどな、どう行ったらいいんだ。あの、これはここ、この奥だ。こっち、もう近くらしいんやけど、全然駅前感はないけどな、合ってんのかなこれ。確かに線路は見えてきたな。駅らしい建物は何もないけど、もうちょっと奥なのかな。おお、あ、ここあ、これだ。はあ。福知山市民病院口駅。ありましたね。よし。ここか。よし、無事駅間散歩できましたね。単語由来だったかとかで配ってるらしいですけどね、浴衣由来さんですね、単語由来ですね。で、12時16分ですね、12時16分なんで、20分あるか、外なんか涼しいな、風があるぞ。今日はね、風がいいですからね。あんな鉄橋もあるし、複製？複
なのここ。一線する方式であれか、特急列車はそこを通してくのかな。どういう、お、これが福知山ホームに行くやつかな。あ、違う、こっちから来た。特急か。ん？どういうことだ？ってことはこっちは通過線じゃねえんだな。ん？ん？どういうことだ？ああ、そういうことか。これ、あれなんですね。奥は山陰本線なんですね。ですからその伏線じゃなくて、京都丹後鉄道の単線と、山陰鉄道の、山陰鉄道で山陰本線が、たまたま横を並行して走っとるというだけなんですね。そういうことなんだ。だから別にこっち側でも特急、京都丹後鉄道の方に入ってくね、橋屋とかあの特急はこっちの方走ってくんだ。へえ、なるほどな。さあ、あと20分あるな。トイレ、どっかコンビニないかな。近くにコンビニあったらちょっとトイレしてこう。駅開いた目は厚中問屋駅。あ、確かに問屋さん多かったっすね。うん、コンビニ、コンビニの場所を探そう。しまった、コンビニが案外離れたところにしかねえんだ。ああ、まあもうゆっくり10分ちょいで来ますからね。15分ぐらいもう待てば来るみたいなんで。あ、こっからだったら50円浮いて300円になるんだ。なるほどな。こんな感じですね。なんかこっちの方がね、その観光で使うのはメインになってくる感じなのかな。まあ、でも特急列車で走るとかで抜ける場合はこっちの方直通していくんでね。確か大江駅もね、特急停車駅ですもんね。あ、箱駅したんですね。あ、お前はね、確か準急までしか止まらなかったような気がするけど、ん、あれなんだろうな、なんかおかしいな。なんか準急とかのスペースどこ行ったんでしょうね。まあでもほら、いろいろあれですよね、ちょっと名鉄に近いですもんね。うん、関鉄ってなってるけど、まあでも、うん、ここにちょっと口ついたと思ったらね、名っていう字に見えなくもないし、うん、いやいや、合ってるはずですよ。ね、なんかちょっと色合いがね、ピンクっぽくなった気もするけど。あれか、上田線とね、乗り入れしてるところもありますもんね。犬山線とかね。全然方向違ったような気もするけど、こじつけにも程があるけど。そんな感じなんですね。トイレあるんだ。ちょっとトイレ入っとこう。あれですね、駅のトイレっていうよりここの公園のトイレ
なんでしょうね。まあまあ今日ここにあるし、まあ、使えるようにね、ここからも階段があるんで、全然使って持ってないと思います。まあ公衆トイレならね、別に、誰でもね、使って大丈夫ですね。よし。こんなところに擬態してるけど、帰るか。こんなところに帰りるか。ズームが弱いな今日。あ、多分あれだな、ホコリかなんかついてるな。ちょっと取っとこう今のうちにね。あと10分やし。